じがして。あ、あともう急ごう。さあ今日も最ねねちゃんどうしたの。だったらなおさらさ、俺たちのショーを見て、サキたち、そっか、そうだね、私の歌でみんなを笑顔。ねね、お前の最高の歌声を聞かせて。わー、やっと。あのエリアから10分はかかる。でもすごいよ、この感じだと立ち、あ、あそこ空いてる。ちょ、サキ引っ張らなくてもいい。始まるよ。さあ皆様ご覧あれ。歌で平和を。もちろんだとも、笑顔を。みんなも歌姫の。なんだかさっきまで一緒。ステージで、あ、あれ見て、歌なら私でも。あのロボット、誰にタップダンスもできる。どうやって動いてるんだろう。確かにそのロボットはすご…さあ、歌姫よ。すごいハードル上げてるけど、さっきのロボットも中…でも…あ、草薙さん。みんなが笑顔になるのなら、私は声聞いてください。この前聞いた時より、繊細だけど伸びやかで、生き生きして、私も…すごい。みんな思った以上にすごいけど、とめも、ここまでうまく歌えるのに、この人の実力なら、もっと大きな劇団でも。どうして、こうして歌姫の力に。めでたしめでたし。みんなすごかった。そうだろうそうだろう。いっぱい練習してよかった。草薙さんも。ありがとう。でもよかった、みんなが笑顔になってくれ。よし、じゃあ俺たちはショーだが、くれぐれも。はーい、ありがとう。ワンダーランズショータイムのみんなも。こちらこそ楽しかったよ。うん、またいつでも遊びに来てね。またね。あ、よし、では後片付けに。言われなくてもやるから。ねえねえねねちゃん、このままでいいの。ちょ、リン、みんなに気づかれだって。だってこのままバイバイする。うん、片付けの邪魔になると悪いし。うん、そうだね。ちょっと待って。え、草薙さん、ちょっと話していい。